ご指名と聞いてやってきたけど、お客さん悪いところは見当たらないわよ。腕の一本、目玉の一つでもいっちゃってるかと期待して飛んできたのに、これじゃ私欲求不満よ。あ、性的な意味もあるけど、主に知識欲の話ね。少しだけ下がってるし、よし、つまんないから1本ぐらいお注射決めておきましょう。今回は試しにプラセンタ行ってみる？もともと女性向けの栄養剤だけど、おすすめよこれ。お願いします。以前お世話になっていた医院でもたまに打ってもらっていましたから。あら、話が早くて助かるわ。さすが病弱少年、痛いのは慣れているのね。慣れてませんよ。基本は内服薬でしたし、注射はたまにしかありませんでした。ふむふむ。はい、じゃあもう一度お手手を出して。はい、じゃあキュー、患部ごと患者のハート一コロよ。博士、何かまだ他に用件？そうなの、診察中にチラッと見えちゃったから気になって。しきちゃん、ガバッと洋服脱いでくれる？は、はあ？脱ぐって裸ですか？そうそうそう、あ、マッパになる必要はないわよ。私もまだトウシちゃんに殺されたくないし、見たいのはしきちゃんの上半身。そちら胸にすっごい傷跡があるんじゃない？そっちですか。まあいいですけど。全体として見るとそそるわ。冬ごもって穴蔵ライフになってもしきちゃん一人いれば食うに困らないわ。あたし、あの、胸の傷跡を見るんじゃないんですか？おっと、そうだった、失敗失敗。完全に塞がってるわ。貧弱なのに代謝機能は人並みというか、生き残りやすいというか、
ああ、すっごく残念。しきちゃん何も引くものがないんだもの。これじゃあ私も足しようがないって感じ。でもすっごい傷よね。普通の人間どころか映画に出てくる吸血鬼だって死んでるわよ。それここに会った時はどのくらい痛かったのかしら。私想像するだけでドキドキしちゃう。そうですか。何でもガラス片が降ってきて突き刺さったらしいです。あれ、覚えてないの？覚えてないのね。それはまた別の話としましょう。しきちゃんはここに帰ってきちゃったんだもの。どうあがいてももう逃げられっこないんだし。なんって何でもない、何にもない。それじゃあ私はこれにて退場。またいつかラブのタイミングがあった時に会えるといいわね。